ジャンイコール、マリー・ルペン。ジャンイコール、マリー・ルペン。ジーン、マリー・ルペン。1928年6月20日代は、フランスの政治家。反 EU、移民反対などを唱える。右派政党国民戦線、現国民連合の創始者で、初代党首。娘のマリーヌ・ルペンは、後継の同党党首。孫娘のマリオン・マレシャルイコール・ルペンは、同党所属の国民議会議員。 尊敬する人物は、ジャンヌ・ダルク。ブルターニュ地方、ラトリニテイコールシュルイコールメール、モルビアン県のコミューンにいて、漁師の家に生まれた。ペンという姓は、ブルトン語で、東を意味し、メンヒルのことを表している。1947年に、パリ大学法学部に進学し、在学中、第一次インドシナ戦争に志願し従軍。 帰国後トゥールーズで学生組織を率いた後、1956年にピエール・プジャード率いるポピュリスト運動から国民議会議員選挙に出馬。戦後最年少の27歳で議員に当選した。その後、アントワーヌ・ピネーの一派に交流し、アルジェリア戦争に議員を休職して従軍。1958年にアルジェリア独立に反対して、 フランス大統領選挙に立候補するも敗れ、選挙戦中のトラブルから左目を失明する。その後、右翼活動を続けながら右翼諸派の休合を目指し、1972年に国民戦線の結成にこぎつけ当主となる。主な政策は以下の内容であった。しばしは絶過スキャンダルを起こし、ナチスのユダヤ人虐殺を第二次大戦史の抹消時だと述べた。 1997年の総選挙では、社会党候補に暴力を振るったとして、有罪となった。しかし、失業問題や移民問題が深刻になり、EU 拡大に不安が募る中次第に支持を集め、1988年の大統領選挙では、得票率14%、1995年には15%と、着実な支持を得ていた。 1999年に国民戦線は内紛で分裂し、2002年の大統領選挙では放末候補とみなされていた。ところが犯罪に対する社会不安から急速に支持を拡大。投票日の2日前にオルレアンで一人暮らしの男性の家が放火される凶悪事件があり、前大統領でこの時の選挙の勝者になるジャック・シラク候補が 治安問題を争点にしたことも、ルペンに対する追い風になった。この選挙で、外国人の帰化について、日本とスイスの国籍法は、完全に我々の考えと一致する。我々が人種的な偏見を持っていると指摘されるのは、おかしいと主張。また、移民の間でも、ルペンが移民の中でも、特にイスラム教徒の排斥を訴えた。ルペンは、シラク。 得票率19.71%に次ぐ16.86%を記録し、社会党有力候補、リオネル・ジョスパン、16.12%を上回り、決戦投票まで残った。この結果に EU 諸国は、騒然とし、マスコミは、ルペン・ショックと呼んだ。この選挙では、トロツキスト政党である、革命的共産主義者同盟。 LCR のオリビエ・ブザンスの候補が共産党、PCF、ロベール U 候補の得票を上回るなど、局差も得票を伸ばしており、コアビタシオン、捕獲共存への不満が両局に集まったとの見方も出た。第1回投票の世代別投票動向、フランス大手調査機関、イプソス調査を見ると、16人いる候補者の中で18から24歳では、 ルペン投手は一番人気で16%もの支持を獲得。2位の白区候補、ジョスパン候補は各々、おのおの14%。25から34歳では、白区支持が18%、1位なのに対し、ルペン支持は17%、2位。職業別で見ると、失業者のルペン支持は38%で断トツ。2位のジョスパン支持、13%に大差をつけている。 肉体労働者の支持率でも30%とルペンが2位のジョスパン15%を圧倒。失業者や肉体労働者、若者がルペン支持に傾斜してルペンショックが起きた。フランス革命以来の国税、自由、平等、迫愛に公然と反逆するルペンの台頭に危機感を抱いたフランスのマスコミは保守、リベラルの別なく一斉にルペンを非難した。 サハを中心としたハン、ルペンデモは110万人を動員。保守の側からも、ハンルペン、ハン、ファシズムキャンペーンが大規模に行われ、この時の決戦相手、ジャック・シラク候補は、決戦投票前の高齢となっている、テレビ討論を拒否した。結果はシラクに得票率にして18対82の大差で敗れた。 1990年の湾岸戦争や1999年のコソボ紛争、2003年のイラク戦争など、アメリカが主衆国による派権主義的戦争に反対している。湾岸戦争の時にはイラクに乗り込み、サッターム・フセイン大統領と会談し、フランス人の人質55人を解放させた。それ以来、フセイン政権と国民戦線は交流を深める。 また、湾岸戦争以降の米国による経済制裁により苦境の中にあったイラクの子供らを助ける事前活動も行っている。2005年パリ公害暴動事件を受けて、さらなる統制拡大と2007年大統領選挙でも2002年大統領選挙の再現を狙った。大統領選挙で台風の目となることが予想されたが、保守国民運動連合総裁のニコラサルコジが、 移民対策で強行論を主張する中、ルペン東部翼支持層を侵食されていった。2006年1月には2007年の大統領選挙に向け早々と選挙対策事務局を設したが、出馬に必要な500府での市町村国会議員の推薦署名集めの段階で苦戦しており、決選投票への進出以前の大統領選挙の出馬さえ危惧されていたが、サルコジが極右にも 出馬のチャンスを与えるのが民主主義だと自らの推薦人数人をルペンに回す助け船もあってなんとか500人の署名を確保した大統領選挙ではサルコジに対峙する形で左派社会党のセゴレーヌ・ロワイヤルの左右両候補による激戦が繰り広げられさらにサルコジ・ロワイヤルの両候補に飽き足りない中間層がフランス主連合議長 当主のフランソワ・バイルを支持したため、ルペンの得票は伸びず、383万4530票、10.44%で4位に止まった。ルペンは5月1日の国民戦線の集会において、決戦投票はボイコットせよと支持者に訴えた。2008年1月11日のフランス国際放送、ラジオフランスアンターナスヨナル、フィーの報道によると、ルペン率いる、 国民先生は資金が欠乏してきており、パリキンコールバロアにある政党本部ビルの生産に行ったという。2010年4月12日、2011年の党大会をもって引退することを発表した。2011年1月16日の党大会で参女副党首のマリーヌが後継者に選ばれ、自らは退任し、名誉党首になった。 2014年6月6日に公開された動画の中で、ルペンは国民戦線を批判したフランスのユダヤ人歌手パトリック・ブリュエルらに対し驚きを感じない。今度はこちらが釜に入れてやると発言した。釜という語句がアウシュビッツ強制収容賞を連想させたため、この発言はユダヤ人差別ではないかと批判された。ルペンは ブリュエルがユダヤ人だとは知らなかったと弁明したが、ルペンの娘である国民戦線党首のマリーヌ・ルペンは、ルペンの発言を問題視し、党のサイトに連載されていたルペンのブログを削除した。こうして父子の確執が深まり、ルペンは2015年5月に国民戦線の党員資格を停止され、10月には党を除名された。このためルペンは、新党、ブルー、 ホワイトアンドレッドラリーを結成した。2017年には、蒸気発言に関連し、反ユダヤ主義で憎悪を先導する発言を行った、容疑で訴追されている。国民戦線からの除名後も、党の名誉職には留まっていたが、2018年3月11日に、白奪され、マリーヌとの権力闘争も終焉を迎えた。1980年代の中旬にルペンは訪日した。 ことがある。欧州議会議員だった彼を、時の首相、中曽根康弘が総理大臣官邸で出迎えた。破格の扱いにルペンは大層満足していた。中曽根首相、当時とルペンが握手を交わしている写真は自慢の一品になっている。ルペンの日本に対するイメージは良く、日本は美しい国が年切りに褒めているとされる。2010年8月14日、 一水会の招待を受け、ヤスクニ神社に参拝。ルペンは重要なのは祖国防衛のために命を落とした人々の善意だと語り、フランスのイスラーム化に懸念を表明した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。